はい、今日はホテルトレンド浅草田原町にチェックインしました。まずは手前側から。いきなりこんなところに冷蔵庫がありますね。あとスイッチを入れて、そしてこんな客室ですね。今日はね、おまかせコースで、税込み3800円という格安のお値段ですね。普段はね、浅草なんで外人さんなんかでね、にぎわって、当然もっとお値段は高いと思うんですけれども、ご存知のようにコロナ問題で大変なことになってます。そういう影響で多分、あ、ここは開かないのかな、ちょっとわかんないな。値段が格安になってますね。何も問題ないですね。こんな感じですごい綺麗ですよね。なんか入った印象なんですけど、多分昔はワンルームマンションだったのかな。いや、でもホテルで建てたのかな、ちょっとわかんないですね。なんかこういうスペースはなんか無駄にあるので、なんとなくワンルームマンションっぽいんですけど、まあでも何の問題もありません。ホテルとして十分快適に泊まれそうですね。はい、ということでホテルトレンド浅草、トレンドだったかな、うん、ホテルトレンド浅草田原町のシングルルームでございました。あ、今気づいたんですけど、こんなところにティッシュが、こう面白いねこのデスクが非常に小さいので、ここに置けないんで、こうやって引っ掛けたんですね。よく考えますね、こういう狭い空間の利用方法ってね。日本人は、ね、得意ですよね。はい、以上です。